おいっす。今日はお休みということで昼飯を食べようと思います。上田市で、上田市じゃねえか、上田のこの駅前の辺で、唯一の魚屋と言われている内山魚店ですかね。で、行ってきまして、ヒラメとアワビのつぼ焼き、なんかめっちゃくれた、めっちゃおまけしてくれた、とエビフライ。このエビフライがなんかね、ちょっとこう名物というかうまいらしくて、ちょっと一度は食べてみたかったんで、ちょうど行ったら揚げたてがあったから買いました。はい、こんな感じでございますよ。うわ、うまそう。サザエのつぼ焼きですよ、これ。炭火で焼いたものです。うわ、うまそうです。ちょっと刺身からいただきますかね。ひらめ、わさびあったかな。いただきます。うれ、お、うまっ。プリプリですね、身が。うん、ブリブリ、おいしいですね。一人で食えるかな。うまっ、うまいね。なんかこれネギとか薬味がついてて、これと一緒に食べるってことなのかな。あとなんかタレもついてるんですよね、ネギとタレが。あ、美味しいです。これは何だろう、醤油じゃなさそうなんだ。なんだろう、ポン酢か。こういう食べ方もあるのか。ちょっともみじおろしを乗せてと、これでペロッと巻いて食べてみますか。うん、あ、おいしい。あ、こういう、あ、この食べ方もこれでおいしいですね。さっぱりして、薬味の風味とシンプルに、このわさび醤油もおいしい。あ、美味しいですね。最高。となれば、となればですよね。これでしょう。机の上がめっちゃ散らかってるんですよ。最高。で、まずサザエ。これな、サザエってこれ食べ方がな、この上にね、この蓋がかぶさってて、これを取るんだよな、まず。これをまず取りますね。この蓋を取りますと。染みついた。まあ、いっか。ライブ。そしてこのブリンと。うわ。ちょっと待って。ブリンと。うい。出てきました。ちょっとグロいです。あは、うまっ。うまっ。うまい。うん。確実にこんな食い切れない。
磯の香りがすごい。磯の香りがすごいね、これ。うん、うん、炭の香りもしますわ、これ。うまい。じゃあちょっと肝のところがね、ほろ苦さもあって、うん、これ大人の味です。うわ、歯ごたえもすごい。エビフライいきますか。これなんかうまいと噂なんですよね。うん、うまっ。サクサクやん。あ、サクサク。あ、おいしい。おいしい。なんか衣があれですね、外はほんとサクサクなんですけど、なんか中ちょっともちっとしてるんですよね。これちょっともちっとしてますね。なんだろうこれ、ちょっと特徴的な。で、この衣自体、パン粉自体もね、そんな粗くないんですよね。結構、割と細かめな感じなんですけど。うん。おいしい。ああいう個人経営みたいなお店ってすげえいい。おまけしとくよとかさ、もうエビフライも9本入りだったんですよ、そもそものデフォルトは。1人で9本も絶対食えないじゃん。 100% 9本も食べれないわけで、これ3本とかでもいけますかね。ああ、いいよとか言って9本入りを3本入りにしてくれたり、すごい融通も効くしいいね。美味しいわ。で、何よりはね、うまいでしょ。そういう風情みたいなのだけじゃなくてうまいんだよね。それもいいですよね。私スーパーじゃな、スーパーじゃこんなささいのつぼ焼きなんてまあ売ってないんで、しかも炭火で焼いた。近くにいい店を見つけました。そして魚介っていいな。魚介いいよな。
まっ、ほんとに。ちょっとジャリッとな。あー、おいしい。最高のランチですね。美味しいな。なんか衣は厚いんだけどね。衣は厚いんだけど、なんかそこまで油のきつさがない。普通に衣厚めなんですけど、うん、うまい。僕ね、あんまりね、フライものとか、あの生パン粉とかみたいにめっちゃ衣厚いザクザクのやつ、ザクザクというか、うん、あんま好きじゃないんですよね。パン粉はね、もう細かい方が好き。うん。串カツとかでもすっごい薄衣の薄い細かいパン粉のやつあるじゃないですか。もうほんとパウダーまでいかないけど、もうほんと細引きの、うん、衣が僕好きなんですよ。あんまりこの粗引きで生パン粉でみたいな、あんまりね、好きじゃなくて。だからまあ、フライ屋さんとか行くと、フライ屋さんというか定食屋とか行くとさ、大体まあ、なんかミックスフライでもなんか、とんかつでもなんでも、結構ね、衣が厚くて、ちょっとね、あんまりそういうの好きじゃなくて。途中でもう衣を剥がして食べたりしてますから。これくらいの感じがいいな、俺は。もっと細かくてもいいけど、串カツくらい。うん。うまっ。うん。贅沢なお昼ご飯でございますね。非常に贅沢です。だからもうちょっとお腹いっぱいになってきたね。残りは後でいただこうと思います。ごちそうさまです。